ありがとうございます。あ、待って待って、ハリくん待って。はい、ということで皆さん、ハリくんです。今日も元気ですね。はい、そして気になるこちら、こちらはですね、JA 宮崎中央真心営業部長のハピス部長です。こんにちは。腰低いです。名刺、名刺交換ありがとうございます。部長なんでね、こちらね。はい、よろしくお願いします。さあ、そしてこの時間ステージ MC 務めさせていただきます、私柳田美織です。よろしくお願いいたします。すいません、最初からお尻見せちゃってごめんなさい。すいません。はい、ということでちょっと匂わやめて、もうやだやだ本当に。はい、ということでね、勢ぞろいしていただきましたが、ここからのお時間はですね、今年でなんと9回目となりました、豪華ソフトバンクホークス必勝祈願恵方巻き餅巻きイベントを開催してまいります。はい、ありがとうございます。いや、そうね、ありがとうございます。気が利きますよね、ハリー君、ありがとうございます。はい、さあ、ということで今日皆さん、今日2月3日ご存知ですね、節分の日ですね。もう全国いろんなところで縁起を担いでこの恵方巻き食べられておりますが、こちらの会場でも代表して召し上がっていただこうということで開催しております。ということで、代表して召し上がっていただく方はもちろんね、我らがあのお方でございます。はい、そう、工藤監督にこの後ご登場いただいて恵方巻きをお召し上がりいただきます。ありがとうございます。さあ、ということで今年もこの恵方巻きね、ご提供いただいております地元 JA 宮崎中央の組合長ご登場いただきましょう。藤原組合長、どうぞ。はい、どうも。皆さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。もう9回目ですね、組合長。はい、本当にですね、あっという間の9回目ということで、はい、今回ね、チャンピオンフラグを持って、ソフトバンクが来ましたので大変楽しみにしてております。はい、さあ、今年の恵方巻きなんですが、どんな恵方巻きになっているんでしょうか。やはりですね、ソフトバンクが日本一になったということで、はい、地元宮崎のですね、最大の特産物でありますですね、宮崎牛、これもですね、昨年宮城の全国和牛品評会で、はい、ナンバーワンということでですね、はい、3連覇ですね。合わせまして3連覇いたしました。はい、はい、さあ、そしてキュウリもこの冬場の生産量日本一がこの宮崎ということで、日本一の恵方巻きを召し上がっていただくということになっております。はい、さあ、いかがでしょうか。では皆さん、お待たせいたしました、この方お呼びいたしましょう。工藤監督です、どうぞ。どうも、寒いですね。はい、どうもありがとうございます。お忙しい練習の合間を縫ってご登場いただきましてありがとうございます。はい、あの、今日はちょっと冷たい風が吹いておりますが、はい、選手の皆さん、今日の表情いかがでしょうか。いや、とても明るいですよ。あ、なるほど、はい、明るいです。はい、では、そのさらに明るい工藤監督にこのお時間はお手伝いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、はいはい、ではですね、まずは、こちらの、日本一奪還のお祝いとしまして、選手の皆さん、そして監督にですね、組合長からプレゼントがありますので、はい、お二人に前の方からこのシートをスルッと引いていただきたいと思います。はい、いいですか。あ、まだ 見ちゃダメよ。はい、少々お待ちください。はい、あ、下から上に、はい、はい、はい、では、はい、どうぞと申し上げますので、はい、合わせてお願いいたします。それでは参りましょう、どうぞ。オープン、ありがとうございます。はい、ソフトバンク日本一と、はい、宮崎の日本一の品物を揃いました。ありがとうございます、いただきます。はい、たくさんのフルーツと野菜をね、召し上がっていただいて、このキャンプを乗り越えてまたいただきたいなと思っております。ありがとうございます、監督、すいません。いえいえいえ、はい、はい、お、ハリー君の方から、あ、召し上がってくださいということで。俺が食べるの。
はい、監督の方にハリ君から、はい、完熟金貨の美味しいです。ありがとうございます。すいませんね、皆さん食べてないのに僕だけ食べてね、ごめんなさいね。食べろって言うんですよ、うん、はい、もうこちらたくさんありますので、また選手の皆さんと監督と召し上がっていただきたいなと思います、はい、ハリ君もね、はい、召し上がってください。後で皆さんに抽選でプレゼントもさせていただきたいと思います。はい、よかったですね。さあ、では召し上がっていただいたところで、ここから本当に召し上がっていただきたいものをご登場いただきましょう。はい、このお時間は監督にですね、恵方巻きを召し上がっていただきます。今回の具材は日本一の宮崎牛ときゅうりでございます、はい、さあ、恵方がですね、今年は南南東ということで、はい、南南東、ちょっとなんで、まあ、ちょうどこちらのカメラの報道陣の皆さんの方を向いていただければ、はい、ちょうどいいかなと思っておりますので。だからカメラがここにあるんですね。そういうことですね、はい、恐れ入ります。さあ、ではですね、皆さんよろしいですか。はい、皆さんのカメラの方を向きましたね。ではホークスの必勝と日本一連覇を祈願して、せーので召し上がっていただきましょう。せーの、どうぞ。さあ、喋らずに食べなきゃいけないということで、 BGM の方もね、少し静かにさせていただきました。はい、ありがとうございます。ね、この瞬間本当に毎年監督には召し上がっていただいておりますが、静かな中に、おいしい。あ、そうですか。すごいおいしい。うわ、よかったです、はいはい、あとで残りください。はい、もちろんでございます。はい、綺麗に包んでお渡ししたいと思います。これで監督連覇間違いないですね。あ、お水を飲まれてるところでした。失礼いたしました。はい、はいはい、これで連覇間違いなしということで頑張ります。よろしくお願いします、はい、応援いたします。はい、さあ、ではですね、今お召し上がりいただいたところで、監督失礼いたします、はい、では監督のマイクを皆さん、スタッフの方ちょっとお受け取りいただけますか。今年の抱負を今年も書いていただいてもよろしいでしょうか。はい、今年の意気込みで。はい、さあ、今じっくりと考えていただいております。おお、会場のお姉様方からありがとうございます。さあ、ハリー君もじっと見守っていらっしゃいます。さあ、皆さんはね、今日はね、あのピンマッチの方もね、配布があったということでゲットされました。あー、そうでしたかね。今日は本当に早い方は朝7時ぐらいからね、並んでいただいたということで、本当にありがとうございます。もう本当にその皆さんの、はい、そうなんです、皆さんのそういった行動がまた選手の皆さんのね、励みになりますので、このキャンプ期間中もね、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、はい、お願いします。監督、毎年思いますが、達筆でいらっしゃいますよね。見せれなくなっちゃうじゃないですか。いや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 、本当素敵なんです。もう一番そうおっしゃらず、では、はい、マジックの方、はい、ではお見せいただけますでしょうか。どうぞ。日本一をもう一丁ということで、皆さんよろしくお願いします。もう一丁あー、素晴らしい、皆さんありがとうございます。ではもう一丁、みんなで力を合わせて、はい、進んでまいりましょう。ありがとうございました。はい、ではお預かりいたします。はい、ありがとうございます。さあ、では監督にこちらのね、意気込みをいただいたところで、ここからは皆さんちょっと待ってらっしゃいますので、はい、皆様に監督の方からお福分けの方をいただきたいと思います。はい、皆さん、私の話はどうでもよかったでしょ。違います、どっちですか。当たり、当たり、はい、よくわかりますけどね、はいはい、監督
宅のご自宅ではどうですか、餅まきってお子さん小さい時はされてましたか。あ、やってましたよ僕ら。おお、はい、あの地域によって大豆と落花生とあるようなんですが、はい、どちらだったんでしょう。大豆と落花生。はい、大豆をまくところと落花生をまく地域があるらしいんですけど。大豆ですね、うちは。あ、大豆、はい、大豆という方。あ、やっぱり半数。落花生っているんですか。落花生結構南宮崎、宮崎とかはですね多いみたいなんですよ。 あ、そうなんだ。はい、ただ今回はお餅ということで。はい、はい、お餅です。はい、お餅の中にはあの抽選券も入ってますので、皆さんぜひこちらの方ね数多くゲットいただきたいなと思います。また当たり券が入った方はその後ステージの前の方にご移動いただきたいと思いますので。混ぜるんですね今から、ね、よろしくお願いします。混ぜるんだそうです。あ、当たりが今から混ざるんですか。あ、なるほどなるほど、やめてはい、当たりの方にはですね宮崎牛がなんと入っております。そして完熟金柑たまたまエクセレント、こちらもありますし、宮崎県産米もあります。今年は多いな。はい、ね、では、はい、今年はなんか多いみたいですよ数が。はい、そうですね、頑張って、はい、ハニー君もお願いしますね。はい、はい、じゃあみんなで巻きましょう。はい、はい、あ、ハニーズの皆さんも登場されましたので皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さあこちらですが、掛け声は監督今年のスローガンをお借りしてよろしいですか。いいっすよ。はい、では参ります。2018年福岡ソフトバンクホークスの日本一連覇とファンの皆様の無病息災を願いましていきます。鬼は佐藤福は内取りましたか皆さん。はい、はい、はい、もらったら、はい、とっとと背を向けてさよなら。いや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 、ね、はい、この後はまた監督の方もね、あの練習の方が忙しいということですので、はい、はい、まあ、監督と一緒に皆さんも頑張って今日もねキャンプ過ごしましょう、はい、皆さん選手に声をかけてあげてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、さあということでこのお時間工藤監督でした。ありがとうございました。皆さんまた後ほど。はい、ありがとうございました。そしてこのお時間ご協力をいただきましたハリー君、そしてハリーズの皆さんでした。どうぞありがとうございました。あ、金柑をありがとうございます。ありがとうございました。今日はね会場内ハリー君もいらっしゃいますのでね、皆さんどうぞ楽しい一日をねお過ごしいただきたいと思います。